天使兄弟です。ということでね、はい、前後スタートを切っております。いましたね。はい、いいですね。前後ね、優勝当てていきますか。前後、はい、優勝、優勝、全米は当たったんでしたっけ。当たってますね。優勝誰でしたっけ。ジョコです。あ、ジョコか。私当たってますよ。当ててますね。で、僕はあの全員当ててますから、アルカラス。いや、アルカラスはなんかあんの木のなんかもう株みたいな感じだったよ。これ勝ったらとりあえずなんか利益もらえますみたいな配当ありますみたいな感じのキャラだったんです。キャラじゃないか、まあ、オッズは低いんじゃないかっていう感じの、まあ優勝候補筆頭でしたからね。そうですよ。まあでも2人とも当ててるっていうね。そうね。次前後、前後まず第一からいこうか。らしいですか。はい、私はね、いや若手、はい、ですよこの選手は、はい、若手、若手です。若手といえば、若手といえば、はい、みんな想像する、はい、アルカラスと思いますが、はい、違います。え、シナです。シナ、シナ、なんでシナ。え、シナはめっちゃ強いですよ。あ、そうなんですか。いや、ストロークがすごい強いです。何が強いんですか。ストロークです。ストローク、手足長いで身長なんで、まあメドベー系譜やけど、はい、メドベーとまた違う攻撃力のあるフォアハンドが、ああ、なるほど、持ち味です。はい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 、めっちゃいいっすよ、気持ちいい。え、シナ優勝候補ですか。シナ優勝候補です。え、だってまだ今だって残ってるのはメドベーの、アルカラスも残ってるし、ジョコビッチも残ってます。ジョコビッチだけど、シナ、シナ、そうなんですか。シナ強いですよ、めっちゃ。あ、天使 見たことありますか。シナのあんまりないですね。めっちゃ強いですよ。なんか、まあ前のね、試合も見てましたけど、はい、やっぱなんか振り抜きがすごく良いです。あ、マジですか。でも押しは違いますけどね。あ、押しは違う、押しは違うけど、あ、押しが優勝候補ではない。押しは優勝候補ではない残ってるよ。でも、あ、残ってる、残ってる、残ってるけど優勝候補ではない。あ、ではない。わかりました。じゃあ優勝してほしい。シナーですね。シナー当てに行ってます。じゃん、当てに行ったらシナーです。あー、マジですか。じゃあ僕行きますね。はい、優勝候補はメドベージェフです。好きやな。前の僕メドベージェフしたんですよ3位で負けてたやん。は、全米、全米違うよ。アルカラスに勝ってたやん。あ、勝ったんか。アルカラスに勝って、あ、決勝やったか。決勝で、そうやった。もう体力終わって、そうよ、ジョコビッチ負けた。そっちや。いや、やりましたやん。やったよ、見た見た。見ましたやん。結構。アルカラス VS。いや、むごかったよね。最後のジョコとメドベの試合。あれは。アルカラスが対策した、はい、なんでワイドにサーブやって、はいはいはい、逃がしてボレーやったじゃないですか。あ、ありましたね。あれをジョコがやってくるっていうのは、かわいそすぎて。いや、ちょっとしかもね、でも体力も削られてますし、記録も削られてましたね。アルカラスはやっぱやばいんですよ。ドロップがね、きつい。あの後ろから前に来ないからね。はい、メドベはしんどかった試合ですね。で、フルで勝って。はい。今度こそ、いけるんじゃないかなと。メドベ。メドベ。まだ厳しい試合しますよ、メドベ。メドベ、常に厳しいです。常に厳しい。まあ、あれがメドベですから、あれ別に。逆に。あ、でも勝てない、メドベに勝てないと絶対に勝てないですから。あー、やばい、やばいですよ。あれマジ怖いっすよね。ハードはやっぱ強いと思いますよ。いいですね。アルカラスにも勝ってますからね。そう、めっちゃ強いってことですから。はい、メドベー、まあどうですかね。ジョコビッチも苦しんでましたよね。苦しんでましたね。はい、結果やっぱハード系はやっぱもうもろにこうフィジカルに来るんで。はい、来ますね。ね、イレギュラーとかもない、戦い方がもうシンプルなんで、うん、なかなかね、まあ老兵といいますか、そうですね、厳しい戦いになるとは思うんですけど、はい、まあどうですかね。メドベじゃなんじゃないですか次は。あの、もうあのにやけ顔。いや、でも、なんていうかね、メドベのあのスーパーショットも起きないし、はい、なんかこう、すごいめちゃめちゃいいプレーもないけど、はい、あの、じわじわ削っていくあの、ドクガのようなプレー、はい、あれ、意地汚いです。意地汚いですね。でも、メドベはね、まあ、その、粘ってはいるんですけど、やっぱね、あの後ろから攻めてるんですね。わかるんですよ、ね、見よってわかるんですけど、最強有名なんです。見れないっすよあの長時間はまあまあまあ、でもやっぱりあれじゃないですか、やっぱその英雄、はい、やっぱそのアルカラスとかジョービッチまで来たらやっぱおもろい試合になる。あ、確かに。なんかヒール役として、はいはいはい、そう。いや多分ね、今回ね燃えてると思いますよ、メドベージェフ。メドベ、はい、ずっと燃えてるでしょ、あいつあいつ、 あいつはなんか燃えてるというか、 なんか沸騰してる感じ、毒が怖いよあれ。ボコ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 見よって怖いもんね。やばいです。あんだけなんかちょっとチャンスボール作っとんのに、はい、ずっと後ろ戻る感じがね、はい、怖いです。まあメドベじゃなんじゃないかなと思いますね、優勝はね。メドベですか。
あるでしょ。あるっす。あるじゃん。まあ大体このね、まあシナーはわかんないですけど、あんま見たことないんでプレー。ああ見たの。優勝じゃあアルカラスにもジョコビッチも勝てる試合してると思うんですか。知ってますよ、ね。ああ。いやまあね、ジョコとやったら、きつい。いやきつくはないですよ。その同じ。きつくはないわけない。あのきつくはないけど、きつくないわけはないけど、はい、そのフォアハンドさえハマって、はいはい、ジョコが削れてくれとったら、はい、いける。どっかね、はい、ね、いやジョコもね結構今大会結構厳しい試合してるんで、はいはい、まあまあまああるんじゃないですか。なるほど、ね、だんだんフィジカルのね、はい、体力とかの衰えとかも見えてるのかな。ジョコな分からんけど、ジョコね、まあでもやっぱすごいっすね、あの年でねまだやれてるってのは。サッカー選手もなんか最近すごいんで、結構なんかスポーツの平均寿命って上がってますよね。上がってるんですかね。だって上がりすぎ、クリスチャン・ロナウドって今38歳とかですよ多分。いや上がりすぎなんですよ上がりすぎた、上がりすぎた、上がりすぎた。多分フェデラーとかナダルとかが上げすぎた感じです。おかしいですよ。いやジョコもいますね。ジョコもいます。いやジョコは一番だって優勝回数も難しい。はい、いう感じなんで、まあ優勝はメドベージェフなんじゃないかなと思いますね。なんかかけたらおもろいんですけどね。かけますなんか。ジョコビってメドベとシナーで。でも僕ら負けたら何なんするみたいな話じゃない。そうだね、確かに。じゃ無理です、ね、無理です。というわけでね、まあ、優勝はシナーと、はい、メドベですね。メドベ、はいはい、まあテニスなんてわからないですからね。わかんない、本当にわかんないですからね。強な、はい、まあでも主要の選手が勝つってことはすごいなんでしょうね。いやーやっぱすごいですね。というわけでね、推しの選手、今大会推しの選手いますか。いますよ。分かってますけど僕は変わらずです、はい、ルブレフルブレフ選手、まあ、変わらんやん。まあルブレフ残ってますよ。でもかっこええね、やっぱあのフォアハンド、バックハンドも強いけど、はい、フォアハンドが気持ちええね。まあいいっすね。あーあーとかいうあの感じが好きやね。はいはい、まあ、楽しい、見ようって好き。楽しかったじゃないですか。見ました、見たでしょ一緒に、はい、ルブレフの試合も、はい、いや楽しいっすよ。あのプレイスタイルが、ルブレフが僕の推しのユーバンクスぶっ飛ばしましたよ3-0 でした。6-4、6-4、6-4目だった。だからそんぐらい、そんぐらいですね。ここから取った。なんでなんみたいな。ユーバンクスでやっぱ勝てないですよ。ユーバンクスのフォアハンドよりもルブレフのフォアハンドなんです。ちょっと相性が悪いかな。相性悪いいや脳筋やから。いやちょっといろいろ考える選手には多分ユーバンクスのなんかそういうね勢いとか、はい、勝負強さがあるじゃないですか。そういうのいけ、あれいけるんです。変わらない強さを持っている。あれはちょっとしんどいです。ルブレフは最強っす。あいつ、いやなんかあれっすね、ロシアの選手ってそういうとこありますね。ある一定のレベルのやつは絶対に勝てないみたいな。あ、そう。同じことをひたすらやっていくみたいな。確かに。何なんすか今日、もう狂ってますよ、ね。あいつら2人とも狂ってますよ、ね。強選手。強選手っす。いや、狂ってるやつがいたら楽しいんですよ、めちゃくちゃ。そういうことっすわ。じゃあ僕の推しの選手いきますか。はい。僕の推しの選手はね、ディミトロフです。え？ディミ？はい、ディミ。フェデラーおらんの時にディミにしたの。あ、そうっす。あ、そういうこと。はい、あ、僕はもうあれなんですよ。やっぱりね、ああいうプレーが好きなんですよ。はいはいはい。わかりますかね。カーテンワークの美しい。美しい。はい、あの伸び、はい、で、片手バックのバーンで、片手バックの振り。はい。あれ好きなんですよ。そうっす。あ、最近僕ね、もう変えようと思いました。バック。完全に。そう。ちょっとね、いろいろ試した時期もあるんですけど、はい、うまくいかなかったんですよ。あ、うん。で、今ちょっとスクールに変え目出してね。はい、まあ、ちょっと基礎の練習ができるっていうところがあるんで、うん、カテバック行こうかなと思ってますね。さて、やっぱ右なんですよ、僕のやっぱ強みって。はい、左弱い、やっぱり。3年、4年ぐらいかな。はい、3年ぐらい両手バックをずっとやってたんですけど、ずっとあのレベルですからね。ああ、なるほど。変えると。はい、いや、もうどうせやったら振り抜いた方がいいし。あ、まあそう。いやし、僕スライスあれなんで。はいはい、はい、はい。いや、なんかディミドロフをやっぱ見ようって思うんですけど、スライスでも全然いけるなと思いましたね。あれだけレベルの高いスライスですかね。いや、僕も結構損失したあると思うんですよ。でも、ディミトロフまではいかないですけど、ディミトロフやばいっす。あれやばいっす。いや、今までは、その、言ったらつなぎのやつ、はい、まあ、大体両手バックでいこうっていう感じでやったんですけど、うん、打てるってなった時に俺、スライスって結構打てますからね、はい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 。そうですね。そうですね。いや、ディミトロフをちょっと参考にしようかなって思ってますね。うん、まあ、でも、大体フェデラーやってますからね。フェデラー慣れないっすね。いや慣れます。いやフェデラーしか見てないっすよ。あれっすよ、もう全日本人が、はい、全日本人が
フェデラー好きで、はい、フェデラーを真似した動画がわーってある中、はい、伸びたやつは一個もないですから。いやでも待ってくださいね。あ、でも一人だけいます、はい、このケンさんでしょ。オモケンさん、ケンさんでしょ。知らない、日本のプロの人です。あ、そうなんですか。私フェデラーみたいな感じです。あ、わかんないですけど、あ、僕はわかんないですけど、僕が見よった感じは、まあ、真似しているっていうショートが流れてきたんで、ニセゴリ系はしてますよ。ニセゴリ系、ニセゴリ系の強いですよね。ニセゴリ系まあまあってか強いですよ。いやいやいや、ニセゴリ系はニセゴリ系結構おもろいですよ。おもろいし強い見よっておもろいっすな。テニス YouTuber やったら強いもんね。そうですかね。いや普通に見よって楽しいですよ。あの試合自体がね、まあディミトルも負けちゃったんですけどね。そうですね、推しの選手、僕の推しの選手はねことごとく負けていくんで、推し作っちゃいかんですよ。僕みんなを愛したらいいんですよ。そしたらみんな負けるんで勝ちがなし、勝ちがなし。あー、いやでもやっぱりね、僕の推しの選手ってのはもうね、コロコロ変わりすぎなんですよ。なんか普通におかしいですよ。推しの選手ってずっと推していく選手なんですよ。でこの大会ごとに、いや今回の大会の推しはねユーバンクスですじゃないんですよ、じゃないんですよ。普通に推しの選手は自分の好きなこの1点でなんかまとめろよ。なんでこの大会ごとに、いや今の推しはねミーハーみたいな。いやでもあれですよね、あの好きなバンドとかずっと買わないタイプでしょ。あ、そうです。僕はいないですか。あ、なるほど。今僕の好きなあの歌詞はアゾですから。超絶ライト層超絶ライト層すごいな。もうそういうやつなの。あのみんなの正規ってか金銭面を支えてるところのライト層。そうあ、でも1円もかなみたいな。そうですね。で、次の流行りにこう飛びついて。あ、そう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 。汚いやつや。あれね、なんか押すって感覚がない。1ミリもないっていう。いや、なんか普通によってかっこいい選手って多いです。フェデラーですよ。見ないですよ。いや、なんかね、あんまりないっすよね。思うんですよ。僕は。なんかフェデラーはやっぱりね、それはみんなから見る。完璧なんですよ。いや、みんなが思っている以上に僕は完璧やと思ってます。いや、みんなが思っている以上にみんなの方が完璧やと思ってるよ。ええ。素人目から見たら完璧が一番完璧ないよ。それは僕の推しはディミトロフかな。まあ負けましたけどね。フェデラーに一番近い選手といえば確かにディミス。ディミス。あ、来週日曜日ね、決勝。はい。前後の決勝あるんで、まあ誰になるか全然わかんないですけど、まあ多分、シナか、メドベージェフになるんじゃないですか。思ってる本当に。絶対思ってんやろ。まあ、こことここに、なんか、僕が想像してる選手がいるんですけどね。うん、あ、この選手がやってくるかもしれないなっていう、その第4まではなんかアルカラス情報を、そう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 、メドベージェフ誰かみたいな感じでしょ、うん、僕はもうなんか飽きたんでね、こういう印象こう飽きたんで、やっぱりそうしてるんで、ジョコとアルカラスがここになんか入ってしまうんですよ、ここ、そうガチャコンって。いや、そらそうなんですけど、そらそうなんですけど、まあ、でもあの中に入れるんで、もうメドベージェフに。まあ、シナはちょっと見たことないよ。シナやばいっすよ。あの辺しかいない。細いんですけどね。パワフル。あ、そうなん。ルブレフみたいな感じです。まあ、そんな感じですね。まあ、推しの子はちょっと探しつゆとか、はい、ちょっと現役のね、なんかいい選手いたらちょっとまた教えてくださいね。ユーバンクスが多いじゃないですか。ユーバンクス。ユーバンクス。見たらなんか、あ、友達おったみたいな感じになります。あ、ユーバンクスやみたいな。あ、ユーバンクスやちょっと見ようかな。あ、友達おるみたいな。あ、そうそう。そういう感じになってる。あ、なるほど。ちょっとずつなんか親近感を。そう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 。ユーバンクスもうちょっと買ってくれたら、ね、あの、試合を楽しみ。来た来た。僕ね、押した選手がね、買ってこないんでつまらないんですね。じゃあ、押すけ負ける。関係ない。嫌われた。そう。あ、というわけでね、まあ、優勝候補。まあ、この二人ですかね。あ、まあ、どうなるかわかんないですけどね。楽しみですね。決勝、誰が残ってくるか楽しみですね。それはもう決まってるじゃないですか。絶対あいついますよ。あのバケモンは。あのバケモンかあのバケモンはどっちかいますね。どっちかいますよ。でも反対側ですかね。あのバケモンとあのバケモン。そうなの。誰かがあのバケモン。なぜかメドベージェフは真ん中からこう。なんでこいつ真ん中スタートなんやろと思いながら来てますけど、あいつは。メドベやっぱどっかの1位、2位と争う。あんなが真ん中って嫌でしょ。隣町の。嫌ですよ。なんでこいつこんなとこおるんだよ。上か下かどっちがいいやろ。3、4位ぐらいやから、うん、こう最後に準決勝で倒して決勝なんです、あいつは。かわいそうな。かわいそう。そうなんです。かわいそうな。かわいそう。だけどどっちか倒さないからですね。そう。どっちか倒して、またその
いやーしんど、誰か倒してくれんかな、代わりに。代わりに。いやでもね、普通にアルカラスとルブレフ選手の試合見たいっす。あ、見てー。いや普通に見たいっす。ルブレフはね、結構見たい、どの試合でも。結構強い系の人は、ね、強い人と、なんか名前聞いたことある人とルブレフ選手がするなら見たい。見たい。ズベレフ選手とやるとかやったら見たい。メドベも見たいでしょ、強い人とやるとか。メドベ、メドベ嫌ですよ。なんかドキドキしますもんね、あの試合。なんかアルカラスの気持ちになっちゃう。勝ってくれってやれーってけど、だけど、うわ、またこいつやりよるみたいな、強いメドベーみたいな、なるっすね。そうそうそう。なんでね、まあ、優勝どうなるか分かんないですけど、はい、日曜日、来週、はい、ライブ配信やりたいと思ってますんで、はい、皆さん、まずワウワウを契約しましょうね。しないでしょ、1ヶ月でいいんで。テレビやったらテレビ見てくださいね。出ないっすよ、日本人いないから。YouTube 出んのかな、ワンチャン YouTube。前後は結構やってた気がするんですよね。というわけでね、はい。日曜日決勝。はい。お楽しみに。楽しみに。皆さんも優勝候補。何かあげてみてね。お金はかけれないけどね。というわけで、グッド評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、